本日はですね、金沢市長にお邪魔してるんですけども、金沢市長の山野さんにお越しいただきました。本日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なかなか私自身もまさか市長にお会いできるとは思ってなかったので、嬉しい限りです。こちらこそありがとうございます。我々のメディアは就活生向けに情報発信であったりとか企業の紹介っていうのをしてるんですけども、今回私自身が金沢大学の今4年生でして、それこそ今同世代とか一つ下の後輩の方が就活を迎えてる方が多くて、で今コロナの状況とかで就職内定率が 69% になったりとか結構厳しいってなってる中で、金沢市としてどういうキャリア支援であったりとかどういう街づくりにしていきたいのかなっていうふうに直接市長にお伺いしたいなっていうふうに思っています。キャリア支援はコロナになったからといって何か劇的に変わるものではないと思っています。これまでも大学生さんや専門学校生さん、高校生さんといろんな企業さんのマッチングという授業をしてきましたし、また県とも連携をしながら様々な施策に取り組んできましたから、引き続きそのことはしっかりとしていきたいというふうに思っています。コロナで大変な状況だということはよく知っているところでありますので、個々の相談がありましたら、もちろん学生さんだけじゃなくて、中途の方も含めてですけれども、真摯に対応しながらできる限りマッチングをしっかりとしていきたいと思っています。やっぱり地元就職の方が嬉しいっていう感じなんですかね。もちろんいろんな家庭の事情であったりとか本人の思いとかがあったりしますので、最終的にはご本人の判断だと思いますけれども、金沢市長の立場からすれば金沢市、石川県で仕事をしてほしいなという思いはあります、ただ学生さんの思いだと家庭環境とかがありますので、自分は東京で自分は海外でと、そんな思いを持っている方もいらっしゃると思いますので、僕は若い方にはですね、その思いがあって環境さえ許せばいろんな挑戦をすべきだというふうに思っています。ただやっぱりいつかは金沢に戻ってきてほしいというふうに思っていますし、金沢で仕事をしながら全国さらには海外で仕事をするチャンスというのは僕は十分ある時代になっているというふうに思いますので、いろんな選択肢の中から自分にとって今現在一番いいなと思う選択肢を選んでもらえればと思っています、確かにそうですね。今金沢にいても土地柄とかにとらわれず仕事リモートワークであったりとか、それこそこういう発信であったりというのはどこでもできると思うので、今まさに福田さんが金沢の大学行きながら東京に拠点も構えて仕事をしているように、また東京に本社があるけれども金沢でリモートワークで仕事をする方もいらっしゃいますので、この時代ネット環境もありますし、特に首都圏という表現で言えば新幹線で2時間半で往復もすることもできますから、いろんな意味でのハードルがなくなってきていると思いますから、いろんなチャンスはあると思っています。山野さんご自身は学生時代であったりとか起業したこともあるっていうふうにお聞きしたんですけども、学生時代どういった学生時代を過ごされてたんですか？ブラブラしてました。ブラブラしてたんですね。大学時代はもうその後半部分は自分の会社といいますか立ち上げをずっとやられてて、で、そこからソフトバンクに入社されたんですね。結論から言うと、会社がうまくいきませんでした。万歳をしました、でただラッキーだったのは、その先輩が作った会社のコンピューターの仕事をしていましたんで、それまで私はもうキーボードなんか触ったこともなかったけれども、それを機会に仕事ですから一生懸命勉強もしました、いろんな方にお会いもしたりしてましたんで、残念ながら会社そのものはうまくいきませんでしたけども、トレンドというものは自分なりに分かってるつもりでいましたんで、ソフトバンクを選んだということですね。その頃のソフトバンクって今のソフトバンクの規模じゃ全然ないですね。もちろん数百人規模の時ですよ、数百人もいないような、100人いたかいないかの頃であったと思っています。ただ、今から思えば孫正義社長は30歳前後、いわゆる町のあんちゃんですね、30歳前後ですから、ただその頃からソフトバンクの孫正義とアスキーの西和彦は2人とも30歳前後でしたけれども、コンピューター業界の長寿というふうに言われておりましたので、残念ながら僕はうまくいかなかったけれども、出直して仕事をやっているとするならば孫さんとこう西さんとこうで仕事をしたいなという思いがありましたので、孫さんを選んでいただきました。我々の同世代の方々ってソフトバンクに入社されても、孫正義さんに会う機会って本当に多分0回とか、会っても本当見るだけとかだと思うんですけど、山野さんの頃は普通にお話しできる距離感だったってことですか？そうですね。会議でも一緒に会議も出てましたし、あの頃は毎月1日に社長がいくつかの部署を回ってですね、社長がいろんな思いを述べる、こんなことをやりたいんだ、あんなことをやりたいんだ、売り上げをこうしたいんだ、仕事を通してこんな世の中を作っていきたいんだということを言う、これは毎月ずっとやっていましたんで、少なくとも月1回は確実にそこで社長の思いを聞くことができましたし、会議なんかでブツクサブツクサ言いながら一緒に仕事をすることもできました。今山野市長はたくさんの方とお会いするんですよね、
でその中でやっぱりいろんな人に会っていくと、こういう人と働きたいとか、こういう人とは働きたくないなっていうのは感覚的に、もしくは山の津町なりの基準を持って採用であったりとか一緒に働く人っていうのを選んでると思うんですが、山の津町が今一緒に働きたい人の条件とかってございますか？やっぱり一番、ワクワクするのは挑戦的な人ですね、時にはリスクを背負ってでも新しいことに挑戦をしたいと思ってやってる方と話をしたりだとか、仕事をしてると、まさに福田さんなんかそうですけれども、ワクワクしますし、たくさんそんな人もいます。ちなみに金沢市の結構地元就職率は他の都市と比べて割と高い方だなとは思ってるんですけども、市長が考えるその金沢の働く上での魅力とかってございますか？24時間会社にいるわけじゃありません。もちろん職場環境も大事ですけれども、職場環境以外、いわゆるオフの時の生活、特に一人ならまだしも、結婚しました、子供が生まれました、家庭を持ちましたとなったら、やっぱり家族が安心をして快適に生活できる環境というのは絶対に大事だと。そんな意味では金沢市は先輩方が本当にいい街を作ってくれました。文化の香りもするし、医療環境も充実してるし、教育環境も充実してるし、公園なんかも多くあるし、一つ一つは課題もたくさんありますけどし、一つ一つはピカイチなものもありますけれども、総体として間違いなく快適な生活空間が確保できている街だと思ってますんで、だからこそ今言ってくれたように、地元就職率っていうのが高いのは、それはやっぱりその学生さんが意識するかしないかともかくとして、そのことを感じているからじゃないかなと思っています。ちなみに僕すごく聞きたかったんですけど、山野さんが今力入れていこうと思ってることであったり、今困ってることとかってありますか？例えば金沢の広報活動であったりとか、キャリア支援においてここに力入れていきたいっていうような、どこら辺に今力を入れようと思っていて、でどこが課題に感じてるのかっていうところをお聞きしたいなっていうふうに思います。僕金沢市は先輩方のおかげで、様々な施策が十分全国と比べても、いろんな意味でトップレベルだと思ってるけれども、でもそれが必ずしも市民県民の皆さんに伝わりきれてないところがあるんだというふうに思っています。そんな意味では発信力を高めていくということが大切だというふうに思っています。もちろんこんな取材も積極的に受けてますし、金沢市の広報であったりだとか、金沢市のネット環境であったりだとか、僕も呼ばれたらいろんなところで講演をしたりだとか、その話をそれに触れてくれた方は分かってくれますけれども、でもそんなもん46万市民のうちのでそのほんの一握りですし、あとの皆さんに必ずしも十分伝わっているかと言われたら、特に若い方には、なかなか伝わらないんで、まさに福田さんの年齢の方たちに金沢市のいろんな取り組みを知ってほしいなと思ってます。そこはやっぱり弱みでもあるし、課題でもあると思ってます。じゃあこれからなんかそういった発信する媒体であったりとかに力入れていこうかなっていうふうに思ってるってことですかね。既存の媒体を強く活用もさせていただいてますし、金沢市独自のホームページ等々 SNS でも発信もしているところでもありますし、でまさに繰り返しになるけれども、福田さんのようなこんな声をかけていただいたら、積極的に伝えることというかは、これからもやっていかなくちゃいけないと思います。じゃあ我々も金沢の観光伝道師として非公式ではあるとは思うんですが、金沢の魅力を発信していけたらなっていうふうに思います。もうぜひぜひぜひいいじゃないですか。できれば観光伝道師じゃなくて、金沢の魅力伝道師の方がいいかもしれませんね。金沢の魅力伝道師、観光のための街を作ってるわけで決してありませんから、金沢の魅力を高めていくことによって、金沢の金沢市民、石川県民が金沢の魅力を堪能し、東京や大阪や九州の方がどれどれそんなに鍵がいいんなら、どれどれそんなに兼六園の桜がいいんなら、俺たちも行こうかと、どうせ来てくれるんならその方たちが喜んでくれるような環境を作っていきましょうよというのが観光なんです。広い意味での観光ってちょっと狭くなっちゃうんですけど、魅力いろいろな、例えば大学もそうですし、そういった金沢市長自体もレンガ造りで、なかなかこういったおしゃれな外観の市長ってなかなかないと思う、市役所市長もないと思うので、そういった広い意味での街の魅力を伝えるっていうような活動もぜひさせていただけたらなっていうふうに思います。非常に光栄です、いろいろな貴重なお話をお伺いできたんですけども、最後にですね、今見ている就活生もしくは大学生が 80% ぐらいなんですけども、大学生に向けてなんか、アドバイスじゃないですけども、こういうことをやった方がいいよみたいな、もしくは金沢はこういうところがいいと思うので興味を持ってください的なコメントをいただいてもよろしいでしょうか？ぜひいろんなことに挑戦をしてほしいなというふうに思っています。どんな仕事でもいい、その仕事の中で新しいやり方というものを常に意識をしながら、常に工夫をしながら取り組んでほしいなというふうに思っています。
金沢という町はそんなことを挑戦できる町だというふうに思っていますし、挑戦できる町金沢にぜひお越しいただいて、一緒に新しい町を作っていければというふうに思っています。決して市役所に来てくれという意味ではなくて、金沢市の中で民間の会社もたくさんありますし、ゼロから作ってもらってもいいし、拠点が東京でも大阪でもどこでもいい、でも金沢に僕はチャンスがあるというふうに思っていますから、ぜひそのチャンスを探しに金沢に来てほしいと思っています。山田市長、貴重なお時間をありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。